フランス物語は長井花風の短編小説集である。著者の長井花風が1907年から1908年にかけてフランス留学した際の経験をもとに執筆された1909年の作品。後に3月25日風俗を乱すとして発禁処分となり、1915年に世に出された。この発禁は文中の政府批判や文化論が問題視されたと、 見られる。同作は、その中で作者の協楽的思考と、単美的感情を描いていたため、エキゾチシズムが、自然主義中心の分断に対して、新風を吹き込んだと評されている。同作は、船と車、ローン側のほとり、秋の巷蛇使い、晩餐、祭りの夜語り、霧の夜、面影、再会、一人旅、雲、パリの別れ、 黄昏の地中海、ポートセット、新しい吉見派の数時間、スペイン料理、土地の落葉、土地の落葉の女、墓もおで、休茶屋、裸美人、恋人、夜半の舞踏、美味、昼過ぎ、舞姫などの話から成り立っている。アメリカ生活を送った後に、フランス渡航を行った青年、長井花風は、アメリカ人の目でヨーロッパを観察し、その独特な視野から、 西洋文化の伝統と風土の調和を看破した。自分という一人称で、パリへ向かう汽車の車窓から見える景色を描き、出掛けにジリンのバラの花を手渡してくれた宿屋の苗木との何気ない一期一会に感傷を吐露する。この作品は、それらのような知見をもとに、長い家風が商品集として表したものである。ありがとうございます。